君の花になるまでの365日。ファンの方と交流する機会が本当に久々にあって、まあ、その時も本当に楽しくバーしゃべって、まあ、塩ではないと思います。実はこれね、新しいアルバムのために切ったんだよね。みんな新曲楽しみにしててね。数ヶ月かけてオーディションやってきた中で、7人グループにしたいと思ってるんですけど、その中にぜひ綱くん入ってほしい、ということです。決定でございます。ありがとうございます。マジか、超嬉しい。マジっすか。です。ありがとうございます。うわー、マジか、超嬉しいわ。最終面談って聞いてましたからね。うわ、めっちゃ嬉しいわ。どうしよう、超嬉しい。今年一嬉しい。今から却下とかないですよね。分かんない。何か言う。この1、2週間本当にずっとこのことで頭もうしんどかったですよ。まあ、できることは準備してきて今日は臨んできたんですけど、いや本当良かったです。よろしくお願いします。頑張ります。2回オーディション受けてもらった中で、どうでしたか。めちゃめちゃ楽しかったです。いや、あんなオーディションマジ初めてだったんで、何時まで時間あって、まあ、ここまで自由に使っていいですよみたいな、それ言われた瞬間に正直僕めっちゃ不安だったっていうか、めっちゃ焦って、自分たちでお芝居作って役も自分たちで決めるっていうところで、まあ、めっちゃ不安だったんですけど、まあみんながそれぞれ頑張ってでうまくまとまったのでお芝居としていい形になって、すごく多分僕の俳優人生で記憶に残るレベルのいいオーディションだったなと思いますね。はい、ありがとうございます。ちなみに何かこう気になることだったり、この時点で心配だったりありますか。役とかまだ決まってないんですか。オリジナルの今回原作もない中で作っていくので、その具体的にじゃあどういう役割で、どういうエピソードで、どういう背景っていうのはちょっとこれから。まだ今日はキャスト聞けないんだ。じゃあ知りたい、知りたい。知りたい。知りたい。もう決まってるんですか、一応。決まっ、もうここに。あ、もう全員書いてるんだ。こんな感じです。はい。よろしくお願いします。頑張りましょう。よろしくお願いします。頑張ります。頑張りましょう。はい、1年間。お願いします。お疲れ様でした。よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様です。今回は合格。いや、超嬉しいっすね。オーディションっていや本当に基本落ちるから。もう何十個落ちてきたから、久々にオーディションでちゃんと
役を勝ち取ったので、これは本当に気合い入れて臨みたいと思います。まあ、まだまだ先ですけども、まあ、他のキャストに会うのが本当に楽しみです。誰なんだろう、まだ教えてくれなかったんですよ。今日最終面談って言われてきました。まあ、確かにいつもだったら最終オーディションって言われるから、なんかおかしいなとは薄々思ってたんですけど、こういうことだったんですね。いや、めっちゃ嬉しかったです。本当これはちょっとダメですけど、集中できない時間もあったりして、このことで頭いっぱいになっちゃって、やべ大丈夫かなみたいな。最終の日程まだ来ねえじゃんみたいな。でそんくらいなんかこのオーディションは気合、まあ、全オーディション気合入れてますけど、特に気合入れてたオーディションだったので、まあ、結果につながって本当に嬉しいです。よかった。まあメンバーに選ばれまして、ちょっと今すぐね言葉が浮かんでこないんですけど、ちょっと興奮しすぎて本当に嬉しくて、まあ、応援してくれてるファンの皆さんのためにも、そして家族のためにも、そして自分のためにも、いろんな人の期待を背負って、この10月期の火曜10時の枠一番盛り上げられるように、僕も頑張りたいと思いますので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。前髪長くてすいません。ちょっとねちゃんとセットできなかったからごめんなさい。お願いします。よーいスタート。いやしょうがないな。あのほら俺の分もあるな。ボーイズグループの下ではどういう担当とかあるんですか？あ、自分はMC 回したりとかっていうのが多かったり、あとは制作会議とか、まあ、6人全員参加するんですけど、まあ、みんなの気持ち代弁したりっていうのが多いですね。モテエピソードを教えていただきたいんですか？モテエピソードか、はい、学生だったりとか今までモテ期、はい、はい、よし中学の頃に僕ソフトテニスやってたんですけど、はい、で他校に自分で言うのかこれ、なんかそのファンクラブみたいなのがあって、はい、もうほんとただの中学生なのに、なんかボールにサインしてくださいって来られてっていうのは記憶に残ってます。バイバーイ。ありがとう。じゃあね。バイバイ。俺キムチ鍋食べたい。すき焼きいいね。なんとそれでいい？うん、ゆうたくんが作るなら何でも OK。 よし、じゃあ買い出し行こう。もう行こう行こう行こう。すき焼き好き。キムチ鍋多い。多いから、なんか来た方がいいかもしれない。2回オーディションとか経ていろいろ考えた結果、今回は八幡くんにぜひ入ってほしい。はい。合格ですっていうことです。これですか？はい。今なので合格。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。このために今日はお呼び。あ、じゃあこれから何かするとかはない？ないですけど。うわ、はい、いろいろ、まあちょっとこれからちょっとお話はもう少しさせて。はい、わかりました。はい、2回目がちょっと印象に残ってるんですけど、はいはい、ライブをしてっていう配信でみたいなのはまあやっぱいつもやってるからか、身近に結構ストーリーを感じられてぴったりだなっていうのは勝手に感じてました。ずっとドキドキしちゃいました。マネージャーがこういつもなんかサプライズ感を出すんです。しかもなんか重大な話がある的な感じで、だからで発表してくれる時はいつも6人全員集めて発表してくれるんで、うん、6人集まって、しかもマネージャーが来た時は、うん、今日かと思ってずっと来なかったから、はい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 、でしかももうワントライアルっていう話を聞いたから、はいはいはい、あ、もう帰んなって、はい、ドキドキはしました。本当、うん、です。はい、頑張ってください。あー、マジで気合い入りました、今のでまた、はい、お願いします。よかった。合格しました。嬉しかったけど、びっくりが勝ちましたね。こうなっちゃってこうなってびっくりの方が上に行っちゃったから、ありがとうございますみたいな感じのリアクションになっちゃったかなと思うんですけど、まだ全然整理ついてないので、ちょっと
てみんなにいろいろ報告しておめでとうとか言ってもらえてから多分分かったんだなってなるのかなって思ってます。めちゃくちゃドキドキしてました。マジでドキドキしましたからこんなになると思ってなかったから本当に今日マジでオーディションするつもりできたんで、マジでいろいろ本当に大好きな作品ばっかなんでそこに出るっていうのが恐縮なんですけど、でも見合う自分になっているよう、まあそれも分かんないですけど頑張って準備して最高の作品を作れたらなと思います。頑張ります。この後も練習とか等も必要なんだよ。大阪の？はい、大阪です。2ヶ月前に上京してきました。2ヶ月前。はい。なんか大阪弁出さないように頑張ってる。正直まだ出ます。出た。はい、出ますか。出た。今出た。で気づかず出るんですさらっと。今までの中で一番モテたエピソードみたいなのってあります？あ、僕は早っいや、違います違います。モテたみたいな感じ。いや、違うんですけど高校の時ダンス部入ってて、でそれでなんかまあ文化祭とか踊るじゃないですか、やっぱり、うん、終わった後は絶対こう来てくれました。モテ期というかなんかそのキャーみたいな。ほんとだ、ナオトも楽しかったよ。うん、じゃあみんな時間あったらまた配信あるから待っててね。せーの、バイバーイ。劇中でボーイズグループを作るんですけど、その中のメンバーにぜひ山下君入ってほしいっていうことです。はい。すごいっすねっていうことでございます。え歌って踊ってライブするってことですよね。そうです。すごい。大阪から東京に上京してきてまだ3ヶ月しか経ってなくて、うん、こうやって大きいオーディションにこう参加させていただいて、まさかここまでいけると本当に僕も思ってなかったので、実感はあるんですけど、まだしっかりあるわけじゃないけど、でもワクワクしてます、すごい、はい。あ、すごい楽しかったです。あの終わった後もなんかインスタこうやって行ってやって交換したりとかしてなんか仲良くさせていただいてなんか楽しかったです。はい。なるほど、そういうことなので本当に一緒に頑張りましょう。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。もう今日決まるなみたいな、気づいてたんですか？まあ決まる…いつ決まるんですかこれこれで決まりましたよ。そ、なんだと思ってたの今の会話そうなんですか。メンバーにぜひ山下くん入ってほしいっていうことです。はい。すごい。っていう感じでございます。はい。やば、ああやば、すみません。決定です。よろしくお願いします。決定メンバーです。お疲れ様です。どうでしたか？あのなんか結構さらっと感じで。じゃあよろしくお願いしますって感じだったので、どっちなのかなと思ったんですけど、最後にこのメンバーですって言われたので、えってなってはい、なんかすごいふわふわしてます。でも、はい、今実感がようやくあります。すいません。手応えみたいなのあったんですか？いや、正直なかったです。はい、やっぱりたくさんかっこいい人もいますし、けどがむしゃらにやってたのであんまり気にせずにやってましたけど、そうです。来年1年間はこれに本当にかけてたので、そのグループっていうのもあって、みんな一人一人の個性を生かしつつ、いいグループであり、いいドラマであり、いい物語ができたらなと、僕も一緒に頑張っていこうと本当に思っております。よろしくお願いします。
です。おお、本当に肌が今。怖い。モテエピソードちょっと。モテエピソード。100でも今ですね。